とあんまりにも可愛いからつい衝動買いしてしまいました。スーツケースってそもそもが重いから、これだ、これのなんていうのかね、日本で買って大活躍したモンベルのリュックサック、しっかり背中&腰パッド、通気性も抜群、両方のショルダーハーネスに大型ポケット、私は片方に水、片方にスマホを入れてます。さらに中にはカードや鍵が入れられる仕様、いちいちカバンを漁ることなく大切なものまでしまえるので、とても重宝しています。キュレルね、キュレル大好きです、はい、クジン君にお土産、これ大好きな、サバ缶、これインク、ガラスペンのインク、パーフェクトホイップ、前から欲しかったやつなの、クレヨン、透明なクレヨン、色が混じりますっていう、同じシリーズのネオンカラー、バカ、ワンマイル、なんちゃら、16リットル、めちゃめちゃコンパクトな割にパソコンも収納できる、デタッチャブル、床に置いてもそこにパソコンが当たらない仕様、そこは靴収納にも、ここは取り外して洗えます。お豆腐、お豆腐、お豆腐、てでーん、からし明太子、即冷凍する。ここ数年はスーツケースは持っていくの1個くらいで、あとはみんなこういうのにしてます。スーツケースってそもそもが重いから、スーツケースの重量分物が運べなくなっちゃうので、段ボールとかこういうのだとこれ自体が軽いからたくさん持って帰れる。なんか新幹線とかもスーツケース事前予約が必要なんだっけ、結局宅配便を使うならコロコロなくてもいいよねっていうそんな感じですね。スーツケース代わり荷物が増えちゃった時にこれを使うと、これはゼン君とラージリーのお土産ね、これがラージリーで丸屋好きなゼン君に爆弾、虹がピューンと出るね、バースポンもね、大好きな電体システムと、キスパワーバンドエッド、これすごいよねって思って、あのでも売ってないんです、イギリス、そばちゃん、やっぱりね日本製は素晴らしいから、おにぎりを包む時ぐらいしか使わないけどね。で布団、今回日本から持ち帰った大物はちょっと枕難民だったので、枕、羽毛布団2つ、そば柄みたいなあの枕がいいなと思ってたんですけど、これにしてみました。で、すごくいいですね。睡眠博士、首肩フィット枕、高さ低め、気に入ってます。あの枕難民から脱することができた気がします。でこの2つはお友達のお家でいつも使わせてもらってるお布団があんまりにもふかふかで軽くて心地が良かったので同じものを買ってみました。ダディとマミーよ、かわいい袋でしょうこれ、じゃん、ローステッドココナッ、しじみ、真空パックしじみ、桜エビ、また桜エビ、これはあのバリコンのフランジパンヌっていうね、このお花の石鹸がめちゃめちゃ大好きで、じゃなくてバリ島で一緒に買ったシルクのスカーフね、バンブーの生地でできて竹の生地のヨガウェアをバリ島で買いました。スタジオ K、なんかじゃあこのレンガ色がなんか素敵だなと思って、どうしようこれ、これ片付けるの大変だけど、
品は嬉しい。Yeah, I love it. Looks amazing, doesn't it? Oh, wicked, look at that. Looks amazing. Yay, let's look at this one. You ready? Hi. Wow, look at that. Wicked.Amazing little details now, isn't it? Mm-hmm. If I put it in those corners, it'll be on the YouTube videos as well. You'll see it. It's quite nice because you come in, it's the first thing you see. Maybe I could find somewhere different to put that other painting.
せっかくだからね、水筒編もすごく買ってよかったもの、これはね私の友達がくれました。無印の、見える？見えるよね。無印 の、 あの平べったい水筒、これ多分ジャケットのポケットとか、あのこういうね平べったい、こういうさ、こういうとこにこうやって見えるかな、ここほら、これ見える、こうやってカッポギのポケですけど、こうやって入れられる、まあね、これも入れられるっちゃ入れられるんですけど、こうボコってなるから、そんな時にこれだと平べったい、もちょっと待って、カメラの蓋、これね、平べったいままこうスマートに入れられるのがいいねっていうものなんですけど、これの難点がね、あのディッシュウォッシャーが使えない、洗いづらい、中を洗うのがちょっと綺麗に洗いたいなっていうのが難しいねっていうので、まあ好きですよっていう感じだけど、これはタイガーの東急ハンズ限定のモデルで、めちゃ軽いのと大きさも程よいので気に入ってます。これのいい点は、もうこれはね絶対旅に持っていくね、この旅用で、ディッシュウォッシャー OK というか、私は OK にしました。タイガー的にはどうなのかわからないけど、これがちなみに去年日本帰った時買ったやつなんですけど、そう、あのこれはねこういう塗装がどうしても剥げちゃうから、ディッシュウォッシャー使えなくて手洗いしてます。これのいいところはここがこうなってるから、あの2層構造になってて、ティーバッグを中に入れて飲んでもティーバッグが口に当たらないっていう、それが素晴らしいなっていうので気に入ってるんですけど、まあ、これは普通にお水を入れるのにいいなっていう。で、あのもうそもそも最初からシルバーなので、剥げるとかいう心配がないのがいい。そう、こんな風になっちゃいます、食洗機で洗うとこで、結局シルバーになるんだったら最初からシルバーで。で、これめっちゃ気に入ってます。これね、ハリオで買ったんですけど、ハリオに行ったんです、お店に。で、今これロータスティー、あのベトナムのロータスティーを入れてるんだけども、ディッシュウォッシャー OK 使ってます。これはここにこうなってて、でここに茶葉、私がよくやるのはダッタンそば茶とか、あのちっちゃなつぶつぶのが大好きで、あれを入れたり、ごぼう茶だったりとか、まあいろいろ入れるんですけど、でこれもパコッと取れるんですよ。これちょっと待って、ここに水が入ってる。こうやってね、パコって全部、このパッキンも全部取れるから、全部丸やら洗い簡単にこうピッてやって取り付けられるので、これでもうおしまい。ここキュッキュッキュッってやって、ここからこうやって分けてもいいし、このままよし飲むでもいいし、そう、これ最近家で作ってます。よく温かいもの入れられるんだけど、保温機能とか保冷機能がないから、まあ、常温で飲むものでって感じかな。私もともと常温が好きな人だから全然 OK なんですけど、あとこれはね、まあ、旅にあったらいいなっていうので、旅用です、本当に旅用。これね、飛行機乗ってる時とかに温かいものを飲みたくなる、なんか眠れないとか、そういう時あの自分で持ってきたハーブティーとかを入れて飲むのにいいなと思ったんですけど、これの何がいいかっていうと、洗いやすい、こうやって手が入るから
こういう水筒はね、洗いづらいんですよ、旅先で。でもこれだとこうやって洗えるのと、あったかい時、熱いもの入れてもこれちゃんとこのカバーがあるから熱ってならない。これちゃんとね、こうやって やるとあのお水がこぼれない。だから飛行機でランキルに入った時とかって、ちょっとこうコーヒーとかいただいた時にこうどうしようっていう風になったりするんですけど、それが大丈夫。眠れないなって時にこうハーブティーを入れてこうクンカクンカするのもいいし、私今日ね化粧してないんだけど、これをね、例えばね、例えばねこうやってね、トコ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 って入れましたね。で、こうやって閉めるでしょ。これちゃんとパッキングこれピッてしないとこぼれちゃうけど、こぼれない、こぼれない、こぼれないんです。これがね、あ、よかったって感じ。これがね、いいなっていう。そこから、これだと、飛行機でも安心。飛行機でわーって揺れてても大丈夫。これの難点。ホコリがつきやすい。なんか何やってもホコリがつくんだけど、まあまあしょうがない。ちょっと洗えるのが。いいです。でもやっぱこれが今私の中で一番ヒットかな。でねあのね、このハリオのお店に行ったらね、ハリオの銀座にあるお店に行ったんですけど、ちょっと待ってメーカーかと思ったら耐熱ガラスでね、で、見える？ハリオ、にゃんとにゃんとね、これなんですけど、これね、実はね、指輪なんです。チェーンの指輪でね、こうやってチェーンがあるんだけど、縮めることができるから、どの指にでもつけられるよねって。鮮やかでいいなと思って買っちゃいましたね。ちょっと手がカサカサだけど気にしないでください。おひわ嬉しい。マミ君、クレヨンだよ。This one クレヨン。そう、それもクレヨン。ほら見て。クレヨン。透明なの見えるかな。ほら。Like ほら、クレヨン、透明なクレヨンだよ。This. 折らないでね、ゼン君ね。This one drawing one.そうだよ、こっちもクレヨンだよ。これはネオンカラー、ほら、蛍光カラー。そう。ママ。はい。ほら。What's this? ここになんかジュリーしてみようか。デイジーしようか。デイジー。ほら、デイジーだよ。デイジーじゃん。シュー。こっち使ってみよう。マミ。あ、これイチゴみたい。ストロベリー。ストロベリー。カスモ。あ、アップルで。美味しいね。ライチ。
豆って買えるやん、豆これはね、ゆいかさんがペンペンで、豆